今日も木戸が気持ちいいな。やっぱりいいな、この匂い。この川から僕たちの先祖はずっとこの町を見てきた。そしてあの日がやってきたんだ。大きな地鳴り、逆流する黒い水。家族とも、ふるさととも離れ離れになっちゃった。
それでも僕たちは頑張って取り戻したんだ。大好きな自慢のふるさとを。そして僕たちは戻ってきたんだ。大好きな川、この風景、今日は特別な日なんだ。こんなにもたくさんの笑顔が集まる日。こんな笑顔をもっとずっと。これから岩手県洋野町についてご説明いたします。洋野町は岩手県の北東部に位置し、人口約1万7000人の新しい町です。南は久慈市、西は軽米町、北は青森県と接しており、青森県八戸市との経済交流も盛んな地域です。気候は東部の海岸地域と西部の高原地域で大きく分かれ、海岸地域は夏は涼しく、冬は比較的温暖で積雪も少ない特徴があります。一方、高原地域は夏は海岸地域に比べて気温が高く、冬は積雪が多い内陸型気候となっています。海岸地域に位置する種市地区は、伝統的なヘルメット式潜水南部潜り発祥の地として知られ、その高度な潜水技術により世界中の港湾土木や海洋開発を支えてきました。南部潜りが深海で漁を行う天然ホヤは、アワビや増殖港で育てられたウニと並び、本町ならではの自慢の味覚です。一方、
高原地域に位置する大野地区は、豊富な山林資源とものづくりの技が融合した工芸品、大野木工の生産地として知られ、木のぬくもりを感じられる手作りの給食器は、全国の保育園で愛用されており、贈答品としても人気があります。また、4つの地元農産物加工施設があり、代表的な加工品として、夢牛乳、竹豆腐、りんごおそば、雑穀パンがあります。